花崎徳堺高等学校は埼玉県加須市花崎にある学校法人佐藤久志学園が運営する普通科と職域実践科を併設する男女共学の私立高等学校。通称は徳栄。1982年開校。最寄駅は東武伊勢崎線の花崎駅。約1800人の生徒が在籍している。 クラブ活動と進学指導の両立を図っている。社会へ出た時に通用する人間を形成することを目標とし、しつけや礼儀を重視した教育を行っている。陸上競技場、サッカー場、室内温室プールボクシング道場、コンピュータ室、総合グラウンドサテライト教室などを有する。本節の出展加速市花咲に位置することからそれに、ちなんで花坂に、 佐藤久志学園による運営であることから、系列の埼玉栄、栄東と同じく、栄を一時取り、特異に栄の文字を春と読ませ、花咲徳春としたという通説があるが、本来は生徒一人一人の徳を積み、それぞれの花を咲かせるという意味がある。佐藤てるこ作詞、金田秋夫作曲ボクシング部、水泳部、女子野球部、空手道部などが、 全国大会の常連である。野球部も、総部8年目に監督に迎えた、稲垣人氏によって、埼玉県の強豪校となった。稲垣の死去後は、岩井隆が監督に就任し、2001年夏の大会で、甲子園初出場。2003年春の選抜ではベスト8に入り、準々決勝の花咲徳栄対東洋大、姫路延長15回引き分け再試合で知られている。 2015年夏の大会では埼玉県勢12年ぶりとなるベスト8、2017年夏の大会では初の決勝進出を果たし、決勝では広陵高校を破り、埼玉県勢としては初となる夏の甲子園優勝を果たした。漫画研究部我慢が甲子園で1999年と2003年に準優勝に輝いている。吹奏楽部がシードを獲得し、 毎年県大会、西関東大会に進んでいる。卒業生の約7割が大学、短大へ約2割弱が専門学校へ進学する。就職は1割未満程度。大幅なモデルチェンジを行い、紺色のブレザーに変更。ネクタイリボンは赤青から好きな色を選んで着用するスタイルに変更された。ありがとうございます。